赤星赤星瀬尾赤星ジャスティン、お願いいたします。はい、今回はこちらかけラーメンまさや渋谷店でございますね。渋谷区宇田川町ということで、無限大ホールから結構近い場所にねやってきたんですよ。センター街ですか。はい、4月にオープンしてるお店でして、うん、まあ一応10分ぐらいですね。なるほどね。これよく見るとですね、これなんと1階は焼肉屋さんなんですね。あ、こちらではないんです、ね、こちらじゃないんですよ。ちなみにこれユージさんはもう食べログいつも4以上の超有名店です。はい、でこの右側にですね外階段があってですね、これで2階に行くんですが、なるほど、2階に行く映像があります今回、うん、ね、あ、これ螺旋階段をね、あ、こういう YouTube 見たことあるな。今回許可いただいてるということで、なるほど、ここはお店の入り口なんですけど、なんかちょっと一見ね入り口っぽくないけども、うん、事務所っぽいね。そう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 。俺もちょっと あれここで合ってるかっていうのが左側に入り口あるのかと思ってここでしたけど、うん、ところが大きいんですね店内は。かなり かっこいいな、なんか内装が渋谷なんでここ、うん、はい、渋谷なんでここ、マサヤさんがかっこいい。でまあ現金が使えない、あのクレカと電子マネーのみの店です、うん、ね、あ、前のね蒲田店もそんな感じだったね。そう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 、基本は極太か細麺で、波はなんと380円ということでね、安手軽に行けますよ、手軽に食べられますね。先ほど言いましたが4月にオープンしてね、コロナの真っ最中なんで、あの喋ることがないように注文表にこう丸をつけてねこう渡すんですね。あ、なるほど。でお支払いになります。で今回は極太麺で味噌を選択し、大盛りというのを選んでおります。こういった形で来ます。ニンニク、ライス大、バター、卵、チャーシュー大という、まあ、トッピングもつけておりますけども、ひとまずね、この味噌か醤油かの選択は無料なんですね、うん、でコールはニンニクのみということです、うん、はい、はい、そして海苔はレポルトで1個入るんですね。マサヤの、ね、マサヤの名前が入った、名前が入ってるね、どこに行ったか分かりやすいというね、このまま持って帰ってね、ステッカーしたいですね。海苔海苔だけをそのまま、ついてるけどスープがだいぶ、まあ、味噌スープからいきましょう、はい、ね、こういった形でございますね。まあ豚のね、あの油はあんまり入ってない、はい、ちょっとすっきりめなんですけども、はい、肉そぼろが入ってて重厚感があるというです、肉そぼろ、肉そぼろ、そぼろがちょっと入ってるんですね。はい、あ、豚気になってたんだよ。あ、豚気になりました、うん、これね非常に引き締まり豚でして、まあ、ちょっとね厚さというよりは肉肉した食感が美味しいんですねこれね、うん、でバターを今回つけてるんで、この時点で味噌バターポークなんてのもこれ美味しいんですか、アレンジが、はい、角度をねあえてゆっくりとっております。今回はね麺をじっくり見てください。極太麺も細麺も昭和200の大は、茹で前 300g ということですね。でワンコインだからすごいですよね。いやすごい、まあ、お釣りが来るワンコインでね、うん、ガシガシする食べ応え満点麺、すごい食べ応えなんです。味噌の濃厚さに負けてないんだよねこの麺がね、お互いをこうなんか補完するというか讃え合う仲の良さということで、ね、強いもの同士でしかやっぱ磨き合えないと。まあまあまあ、ヒカルの子の桑原先生も言ってましたわ。ヒカルの子がちょっと入ってきたな、世代だけど。あ、ということでバターもね見ていきましょう。これね後半に一気に溶かしてね、味噌バタースープにしてみてください。麺を揚げた時点でね、このバターの香りがもういいのなんのって、はい、でこれね、あの醤油バターももちろん美味しいんですが、バターはこれ店員さんのもおすすめなんで、うん、味噌を選んだ時は味噌バターね、そうです、これ鉄則なのでね、頼まなかったら後からでいいんで言ってくださいちゃんと、本当にバターやべっ忘れたと思ったら、じゃあそんな中卓上開始はしょっぱレベルとしては5です。出ましたね、出ました5、久々に顔を歪めておりますね。でこれ味噌にいきなり入れずにですね、ちょっとこの味わってみようという生卵で、はい、どうなるかというとですね、まあマサヤさんちの返しを存分にこれで一回確認するのは、マサヤさんちです、家なんだ。まあ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 、あのお名前だったんでちょっと家つけちゃいましたけども、結構ですねいいですよ。でまあ味噌はこう麺に少しついてるぐらいで、生卵のまろやかさも味わえるということで、ライスね、そうなんです、ライスも今回買っておりますが、豚巻きライスなんてのをちょっとやってみたかったんですね、これね絶対うまいやつですね。いやーこれ海苔がついてるのは最初の一口だけなんで、ちょっとやっぱり豚残してねやってみてほしいですね。そうね、でチャーシュー大っていうのを頼むと3枚ついてくるんで、まあラーメンラーメン最後ライスみたいなのもいいと思います、もうバターライスにしてもいいしな、いや最高よ、もうでこれ最後ライスねこれ入れてね、あーめっちゃいい、でニンニ
肉この時点で溶けてる、バターもいっぱい溶けてる、うん、一番凝縮された最後のスープなんです、うん、ぜひとも試してみてほしいと言ってやるにスープペロッと綺麗に完食を食べちゃいましたけどね。はい、これね、まあ、あの野菜とかは入らないんで、はい、マサヤさんはマシマシで私は 83.33333 で割り切れなかったんですけど、うん、細かくマシマシを見てもらいましたね。はい、というお店でございましたが、いやー、やっぱすごいと思うのは、去年できたばっかりだよね、まず蒲田店が、うん、で、一斉に話題になって、で、今年の4月に渋谷店できたじゃないですか、うん、7月、うん、先日なんと池袋にももうできたんですよ。おい、マジか。一斉にあれだけね、ちょっと最初に蒲田店あげた時に、うん、一斉に絶対潰れるみたいなのが結構爆地うわー来たんだけど、うん、あの野菜とかね食べたいみたいな。あ、そう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 、本当にもうメディアにもめっちゃ取り上げられてて今も、うん、EXIT のお二人ももう、うん、あの蒲田店で、うん、うめえ言ってましたから、ね、あ、テレビ番組とかでも、そう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 、まあ渋谷店はね、あの劇場再開したらまたヘビーユーズさせていただくんで、まさやさん、皆さん持ち帰ったりしてみてください。ごっさんです。Thank you.